3番ミュージアム、名古屋にやってきたよ。まずはミュージアムのシンボル、積み木の観覧車。積み木の下はトンネルになっているよ。中をくぐってみよう。ダダンダンダ、踏みつぶされちゃうよ。こっちはケムリーヌ、何にでも変身できるんだよね。コキンちゃんが泣いてるよ。みんな涙が入ってえーんえーん。フランケンロボくんだ。リリリリリリリ。の前はみんなで座ってパンが食べられるようになっているね。ダダンダンダ、長ネギマンと戦っているのかな。アンパンマンと仲間たちのパンがたくさん並んでいるよ。いろんな種類があるね。名古屋限定の焼きそばパンマン、焼きそばが挟まってるよ。バタコさんの手作りハウス、お店の中に入ってみよう。わあ、手提げや巾着がいっぱいだね。こっちはリュックサックだ。 SL マンやトットちゃんもいるよ。バッペンや刺繍を入れて、世界に一つだけの自分のバッグや小物が作れるんだね。楽しいね。バッペンがいっぱいだ。モグリンやダダンダンもいるよ。楽しいね。ドキンちゃんのお店に来たよ。中に入ってみよう。かわいいポシェット、お弁当箱にバッグやスプーンもあるよ。こっちは何があるかな。バッグがいっぱい並んでるね。ドキンちゃん、バイキンマン、アンパンマン、コキンちゃんもいるよ。ダダンダンのリュックもあるね。かっこいいね。ドキンちゃんとコキンちゃんのアイテムがいっぱい。鏡や串が並んでるよ。ヘアアクセサリーやブレスレット、かわいいものがいっぱいだね。お腹が空いたね。お昼にしよう。おすすめは焼きそばパンマンの焼きそば。中に入ってみるよ。うどん屋さんにジュース屋さんがある。おにぎり屋さんもあるよ。長ネギマンだ。こっちは大根役者さん。
おむすびマン、おむすびマン、鉄火のまきちゃんもいるよ。でんでん一座の舞台がやってるよ。大根役者さんが舞台に上がっているね。クリームパンダちゃんとチーズが食べているのは何だろう。こっちはかつぶしなんだ。迷路があるね。やってみよう。こっちかな。うん、トンネルがあるね。チョコレートマンだ。ピーマンたちもいるよ。こっちかな。行き止まりだ。バイキンマンがぶつかってる。ゴロンゴロがいるね。ケムリーヌもいるよ。歯磨きマンだ。こっちかな。元に戻っちゃいそうだね。ゆず姫もいるね。出口だ。切り株の中を進むと、ここは何だろう。バイキンマンが動いているよ。ホラーマンもいるね。カビルーヌもいるよ。ドキンちゃんもいるよ。触ってみよう。わあ、バイキンマンだ。空の上からアンパンマンの住む街を眺めてみよう。海があるよ。翼くんもいるね。ハンバーガーキットが馬に乗ってる。フラワー姫が花を育てているフラワーランドだ。クジラのクータンもいるよ。とっても優しいアンパンマンのお友達。ケーキちゃんとドーナッツマンだ。美味しそうなケーキがいっぱいだね。向こうの方には砂男もいるよ。こっちは積木城だ。ブロック王子が住んでいる積木島にあるお城だよ。地下にはウッドラー。遊びの森にやってきたよ。誰がいるかな、探してみよう。ボールパンナちゃんだ。葉っぱの中にコキンちゃんとドキンちゃんを見つけたよ。小結びマンだ。おむすびマンもいるね。雨降り鬼が
じょうろ UFO で雨を降らせているよ。ちびぞうくんも喜んでるね。赤ちゃんマンだ。誰の足跡かな。たどってみよう。誰かな。どこにいるのかな。木の中に続いているよ。覗いてみよう。チーズだ。リンゴを食べてるね。レアチーズちゃんも一緒だね。ドキンちゃんがリンゴになってる。ホラーマンもいるよ。ケムリーヌとカビルンルンだ。みかんの木とゆずの木もあるよ。コキンちゃんにホラーマン。葉っぱの下をめくってみるよ。アリンコキッドだ。こっちは誰かな。ゆず姫が隠れていた。こっちはアンパンマンだ。これは誰かな。木の中に隠れてるよ。あ、バイキンマンだ。アンパンマンミュージアム名古屋、みんな行ってみてね。